阿光城、二の丸門関そばにある祖皇の共像山が祖皇。上京二年九月二十六日は、江戸時代前期の日本の儒学者、軍学者。山が流病法及び古学派の祖である。忌み川光有、またぎのりとも。字は死刑、通称は、神護衛門。元山、祖皇と合した。道の区国会継にて老人、山が定地の子として生まれる。寛永五年に六歳で、江戸に出る。 寛永7年、9歳の時大学頭を務めていた、林羅山の門下に入り趣旨学を学び、15歳からは、小畑影則、北条市長の下で、甲州流の軍学を、広田丹西らに神道を、それ以外にも、科学など様々な学問を学んだ。山賀祖皇の墓、趣旨学を批判したことから、張間国は後半へお預けのみとなった。年に城中であった、 阿光城の縄張りについて助言したとも言われ、これにより、二の丸門周辺の手直しがなされたという説があり、発掘調査ではその痕跡の可能性がある遺構が発見されている。漢文二年頃から、朱子学に疑問を持つようになり、新しい学問体系を研究し、漢文五年、天地からなる自然は、人間の意識から独立した存在であり、一定の法則性をもって、 事故運動していると考えた。この考えは、門人によって編集され、山が五類などに示されている。遠方三年、許されて、江戸へ戻り、その後の十年間は軍学を教えた。状況二年死去。墓所は、東京都新宿区弁天町一番地の総三寺にある。祖皇の閉学時期門は140名くらい。祖皇の兵学を講じした初代には、 津軽信政、津軽信都市、戸田忠姉、ね、松浦重信、松浦長広、大村森住、稲垣重明、小笠原長広、小笠原長重、本田忠姉らがいる。山がそこを直径、血縁者で山が流を受け継いだのは、津軽藩の山が着流と、女系にや、平戸藩の山が傍系と、所流団系の上司である。山がそを、山が正美。 山が高豊、山が高直山が高み、山が高吉山が広補、山が高行山が交尾、山が高明山がそこをイコール北村宗の北村西郷、北村久道、北村久高、北村新宿、北村久武、北村久高、北村久森、北村急行芝居の山がそこをといえば、山が隆人大子が有名だが、実際には、一内に内三流れという、 山賀流の人大鼓というものは存在せず、物語の中の創作である。石岡久夫は、菅谷正都氏が山賀流を学んだとしているが、赤押し師編算室は疑問しし、菅谷を最も行動や考えのわかりにくい一人であるとしている。同様に、同種編算室は、一時資料である山賀祖公日記、年譜に全く記載がないことを理由に、 大石義親、や大石義江が山が祖皇から山が流を学んだとする説をも記してない。福島県藍津若松市山賀町の名をへ兼ね継ぐ屋敷跡には祖皇を記念する山が祖皇誕生地と記した石碑がある。文字は東郷平八郎による。ありがとうございます。